もう一個あるんですね、実はね。え、これ欲しいんですか？あ、欲しい、欲しいみたいなね。これですよね。はいはいはい。で、ちょっとね、今度落とさないで、手で持ってね、食べる量調整しながら、この辺持ってあげてみたいと思います。はいはい。はい、どうもこんにちは。今日もね、さざなみふぐちゃんにね、餌あげていこうと思います。おっと、もうお腹空いてますか？はい。はい、おい。今日も激しいですね。今日はですね、ちょっと大きい生エビです、これ。すごいね、大きいですね。尻尾のところですね、これね。ん？どうしました？あー、ダメ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 。もう欲しいですか？もうこれ欲しいですか？欲しいですよね。はい。ちょどうしましょうか。ちょっと、じゃあこのまま落としてみましょうか。はいね、たまにはね。はい、落ちました。え？一口で食べましたね。え、それ噛まないで大丈夫なの？ねえ、そんなで今一口で食べましたね。え、大丈夫なのかな。ちょっとえ、大丈夫なんですかね。なんか大丈夫な顔してますけどね。しかもまだなんか欲しいぞみたいな。ちょっとね、いつものね、アサリさん、今度あげますね。アサリさん、ほら、うん、食べますね、一応ね。下に落っこったでしょ。下に落っこったのは。なんか、ちょっと、あ、食べてますね、食べてますね。若干なんか吐き出し気味ですけどね。一応食べてますね。さっきのエビさんはね、一気に来ましたね、本当に。もう一個あるんですね、実はね。え、これ欲しいんですか？あ、欲しいみたいですね。これですよね。はいはいはい。で、ちょっとね、今度落とさないで、手で持ってね、食べる量調整しながら、この辺持ってあげてみたいと思います。はいはい。あ、食べますね、食べますね。美味しい。ん？もうお腹いっぱいになったんじゃないの？ほら。ね。あ、まだ食べますね。食べますね。ん？エビさん自体はね、そんなにね、硬くないんでね、お腹の中で、ぐにゅって変形して、ちゃんと胃に収まるとは思うんですけどね。あ、まだ食べ、あ、ね、ちょっと指でしょ、それ。これでしょ？はいはい。あ、食べますね、食べますね。もうそのぐらいにしといた方がいいんじゃないですか？ねえ。まだ、あ、もういいですか？ね、もういいですよね。もうやめときましょうね。なんか、お腹にちょっとね、一気にね、食べ物が入りすぎな気がするんでね。ん？大丈夫ですか？お腹の張り具合は。大丈夫ですか？ポンポの張り具合は。ん？ね、もちもちしてるんでね、張ってるかどうか全然わかんないですけどね。ちょっと、ね、一気に食べちゃったんですけどね。今日のご飯ね、これで終わりにしようと思います。そんな感じです。